ザ・シュート沖縄ボリューム A の本日のメインイベント54キロ契約5分3ラウンドを行います。青子はトラノコレスリングクラブ163センチ、53.6キロ、ザ・タイガー石井。青子はザ・タラスの沖縄167センチ、53.9キロ、世代総級2位本日のメインイベントになりました。どんな戦いを見せてくれるんでしょうか。始まりました。本日のメインイベント、さあいきなり顔面の前蹴り、おっとタイガーの右が当たっていく。フラッシュですかね。少し面食らった部分がありますかね。まさかのね、びっくりした、大きい声出ちゃいますね。見えてます。朝比奈健選手はどうですか、リュウヤ選手。いや本当に打撃も寝技もそつなくこなす、そうトータルファイターですね。それで、まあ、1年空いてるんですけど、試合まで。その間もう充電期間で十分フィジカルも技術も上がってるんで、この試合楽しみですね。あれ同じ階級ですよね。同じ階級です。練習しててどうですか。めっちゃ強いですね、普通に。何もできないぐらいの時もありますね。タイガー石井選手も大ベテランですよね。大ベテランですよね、もうね。なんていうんでしょう、僕が格闘技始めた時にはもうすでに大ベテランの域にいたんで、大ベテランっていう。まあ僕は一緒にね練習することは多いんですけど、そうなんですね。タイガー石井選手は、どんな選手ですか。タイガー選手も、まあ、打撃が今、ね、先行して、元もキックボクサーっていうのもあって、はい、打撃って見られるかもしれないですけど、はい、練習ではもうガンガン寝技来るんで、どっちの展開になっても面白い試合になると思います。スイッチしますね。それ練習でもいつもスイッチします、ね。はい、両方使えるんで、どっちのパンチも打てるっていうのが強いですね。プレッシャーかけました、ね。体格的にはね、朝比奈選手に分があるようにも見えるんですけれども、そうですね、豪快な。そうですね。さあロー放っていく。さあ石井はねこういう風にね打撃と組をね、はい、混ぜて、あ入りました。ここで朝比奈が大きい右を入れていく。さあローを放っていくタイガー。
ローが走る石。朝比奈選手はカットしたい。そうですね。さあこの展開が多いですよね。そうですね、はい、石選手これがうまいんですよね。頭の位置がいいですよね、すごくね、はい、の下で、はあ、この時間は減らしていきたい朝日です。さあ残り10秒。第1ラウンド終了です。このラウンドはどうでしょう。一番最初のダウンをどう捉えるかですね。そうです。あのローキックですよね。そうですね。やや朝比奈選手がプレッシャーをかけ、はい、タイガー選手が鋭い蹴りローを放ち、ちょっとケジ際のクリンチっていうような展開でした。セコナーセコナリー。さあこの試合のみですね、今大会です3ラウンド制の戦いになりますので。なるほどですね、はい、ラウンド2、はい、さあこの辺のポイントゲームも注目です。ローから入ってきますね。さあロー、タイガー走りますね。ローキック、首で首で首で、いいよ、レスリングでいいんだよ、レスリングでいいんだよ。頭の位置、頭の位置、あえて首相撲やりたかったら、それ一番チャンスだからな。いいよ、いい感じ、いい感じ、すごいいい感じ、頭の位置、いいよ、いいよ、重心、頭の位置、マイス、頭の位置、いいんだよ、いいんだよ、首相撲、ちょっと気をつけ、気をつけ、膝を打っていく朝比奈。はい、スライドした。さあパンチ、朝比奈蹴りだけではありません。さあタイガーロー返す。チャンさんが直射出したらストレートが入った。そうです。この試合初めて、いやしかし立っていきます。朝比奈、朝比奈本日2回目になりました。フラッシュダウン、そこにいじんだ、そこにいじんだ、小手負け、いいか、絶対下になるんだよ。心配ですね。少し膝から落ちるような形でした、朝比奈。離れたらもう KO 狙っていいからな。頭下げんな、頭下げんな。朝比奈結構ストレートから入ってくる。そうですね、それにね、頭振りながら、頭振り、頭振り、セオリドリジャブから距離取りながら入ってきた方が被弾が少ないかなと思います。距離が、距離が、距離が、タイガー選手の右が1ラウンドから大丈夫かな。ここかなりダメージありそう。あーどうだ、アームロックだ、作ってます。ここでアームロックか、まあ、ここはパウンドを打ってた方がタイガー選手はまだ明確にダメージがあるので、少しダメージが、しかしここから強いのが朝比奈です。すごい、ここから強いのが朝比奈です。あ、このスクラムどうだ、しっかりと取り、まだ
止まらないですね。よくリカバリした。いやここでしっかり回復していきたい朝比奈ですが、全然時間使っていいと思いますね。しっかりサイド、そうですね、まだ2分ありますから。腕取ってますね、足で。ここ右抜ければね、パウンド打てるんですけれど、そうですね、帰っちゃうかな。うまい。あ、これは厳しいかな。なんと、あ、バックですね。逆にすごい試合だ。四の字だ。どうだ、残り1分半、攻守が入れ替わりますね。なんていう試合だ。さあ、刻一刻と時間が過ぎていくが、朝比奈ダメージもあるのか。残り1分、攻めきれません。ハンドファイト絶対譲るな。タイガースちょっと切れてます。首を守りつつハンドファイトだよ。絶対腕譲るなよ、腕譲るなよ。いいよいいよ、タイガー絶対譲るの。打球を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 。さあしっかり上を取って殴ることができるか朝比奈。時間的にねこっから1本決めるのは少し厳しいか。30秒切ったんで、ラスト20、妥協すんなよ妥協すんなよ、腕引っ掛けて引っ掛けてみてんだぞ。手キープしますね。そうですね、残り10秒になりました。さあ強いの打ちたいところ。第2ラウンド終了です。まだでも朝比奈選手も動けてるんで、はい、3ラウンドおそらく組み寝技で攻めてきそうな気がしますけど、はい、スタンドだと1ラウンド2ラウンドとダウンをしてるので、おそらく松江さんなら2ラウンド最後の攻防を見て組み寝技で勝負していこうというような指示を出すような気がしますけど。これです、ここですね。ちょっと膝から崩れ落ちるような。もう一回いきましたね。セブナーセブナリー。さあどんな作戦に切り替えて来るのか。このままポイントゲームになると朝比奈厳しいか。そうですね、ダメージが。ラウンド3ファイナル。さあ泣いても笑ってもラストラウンド。朝比奈もうフィニッシュしないと、もう後がない朝比奈です。ハイキック出しますね。さあ朝比奈臆せず打撃も出していきます。そこから組んでいく。さあどうだ。タイガー石井はこれで時間切れを狙っても勝ちですからね。そうですね、なかなか朝比奈は厳しい選択を迫られます。離れ際の右気をつけてほしいですね。なるほど、結構振りますもんね。これですね、この右をもらってますからね、はい、あんまり見えてないので、はい、さあカーフを放っていく朝比奈。うまい。タイガー選手老快ですね。そうですね、上手。際をちゃんと取りに来ますね。朝比奈選手を、まあ、先ほどから右へストレートから入っていくんですが、そこで組まれてしまうので。そうですね、
さあこの離れ際です。さあここでも押し込んでいくタイガー石。頭の位置がもう終始一貫していいですね。いいですね、この位置取られてますね、タイガー選手は。朝比奈は今日差し上げるか、はい、もう体入れ替えて、そうですね、はい、しのいでる局面ではないので、はい、どんどん攻めていかないと。タイガー集中しろ。さあプレッシャーかけて、さあまた距離をつく潰していく。ここはダブルレッグいきますかね、タイガー。珍しいですね、はい、朝比奈締めも持ってますからね。あ、膝、朝比奈スイッチしました。タイガー選手もスタミナはまだ残ってそうです。そうですね、素晴らしいです。朝比奈がプレスをかけてますが、タイガーガード上げた、入りましたね。朝比奈も負けていません。さあしかし時間がないのは朝比奈だ。頭の位置で、頭の位置で重心重心、体振られるなよ、体振られるなよ。さあ話し際は注意です。残り1分30秒ですね。さあまだパンチまとめますね。プレッシャーまだかかってるので、タイガーまた集中しろ。お互い注意しないと。さあ打撃が交錯していく。膝、膝良かったですね。膝いいっすね。しかしここで距離を潰していくのがタイガー石です。ここに顎の下に頭入れられるとまた時間が、朝比奈は距離を取って、タイガーがダブルで行きましたね。ここでタイガーが次なる一手、残り40秒行くしかないですね。残り40秒、まあ、タイガー選手右当たりました。追いつこうとしますね。もう行くしかないですね。さあ残り30、下がっちゃダメだ。朝比奈もここで入れ替えろ、離して入れ替えろ、もう休んで行きたいところだ。どうだ、ただタイガー選手のポジション取りがすごく上手なので、入れ替えたくても入れ替えられないかな。膝バック10秒だ、うまい。さあタイガーもパンチを入れる。もう離して殴るしかないですね。最後朝比奈入れ替えて気が抜けない。試合終了です。スコアの終点になります。素晴らしい試合、すごい試合ですね。シュート世界ストロー級ランク2位の朝比奈健と、はい、タイガー石井選手はシュートランカーじゃないですよね。はい、ではないです。もう何年ぶりの参戦というような感じなんで、はい、ただですよ、はい、ここでタイガー石井が勝つようなことがあれば、はい、混沌としたストロー級となってます。ストロー級ランキング大変動が起きるのかな、はい、契約体重54キロなんです。なるほどね、はい、これがどう影響してくるか。あ、そういうことですね。ちょっと対照的な両者ですか。ちょっと浮かない表情の朝比奈。終了結果をお知らせいたします。サブレフリーの30対27青タイガース、まずはタイガース。サブレフリー島袋28対28イーブン。サブレフリー福田29対27青タイガース。以上判定2対0をもちまして勝者アウトラーザ・タイガー1。なんと半地でのダウンが評価されましたから、そうですね、ま
まあ、ダメージを一番大きに置く今の採点内容だと妥当な判定かなと思うんですけど、そうですね、ちょうどねさっきその話をしてたんですよ、岡田さんがいない間に、はい、いやしかしこれは結構波乱といったらタイガ選手に失礼ですけれども、ランキング2位なんで朝比奈も、いやこれはそうですね、大盤狂わせが起きますね、はい、今日は神工業、神工業間違いなし、まさかはすごい大会ですね、いやもう年齢だけ見てもね、はい、こんな若い選手に油の乗ったね、はい、2位の選手に、はい、すごいですよ、一言いただきたいと思います。ザ・タイガー石井、12年ぶりにシュートに帰ってきたぜ、うわ、まあ、今のね、シュートのファンとか多分俺のこととか知らないと思うんだけど、まあ、先月にもねちょっとタイトルマッチ5分5ラウンドやってちょっとまあ、まあ残念ながらちょっと負けてしまってベルトをも取られちゃって本当はベルト持ってきたかったんだけど、まあ、ちょっとね今日は、まあ、先月のね5分5ラウンドの、ね、ダメージがあってきつい中であってね、まあ、朝比奈選手、まあ、2位の、ね、強い選手に、ね、きっちり勝ったんで、ね、まあ、とりあえずね良かったですね、またね、僕はどこの団体でも、来るものを拒まずなんで、また何か機会があればねあのシュート、まあ、特にねまた沖縄に、ちょっと行きたいんでね、行きたらまた呼んでいただければね、ありがたいですね、ちょっとね沖縄の人ね俺アウェイだからね、もっとヒール的な扱いになると思ったけど、なんか意外に温かくね迎えてもらってね本当に良かったですね、またね来ますんでその時はよろしくお願いします、ね、ザ・タイガー石井忘れないでください、よろしくお願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、復活のザ・タイガー石井選手、どうぞ大きな拍手をお願いいたします、いやマイクも素晴らしい、本当ですね、先月5ラウンドのタイトルマッチでやられてたんですすごいですねダメージが心配になりますけど、はい、スタミナもすごいですね、うん、どうですか畠山くん、はい、先輩がストロー級でやられてしまいましたが、はい、そうですね、かなり悔しいですね、点差本当に強いんで、選手の皆様にご登場いただきたいと思います、高橋優太、千賀スカイ、新里翔吾、坂本純一、何のポーズなんですか、平良隆一、戸惑ってました、藤井ペリー、ここら辺全然若い子の空気を読まないあたりがベテランの強さですよね、ジャル、天外、スターリングベアミーチャル、すごい大会でしたね、あっという間でしたけど、はい、すごい大会でした、大城正史、めちゃくちゃ面白い大会でしたね、黒沢亮平、